17日の社名変更を前に、東京港区のジャニーズ事務所ではビルに掲げられていた看板がすべて撤去されました。ジャニーズの象徴ともされるロゴの看板は完全に撤去されました。今はその跡が残っている状態です。5日午前から始まったジャニーズ事務所の看板撤去作業は6日未明には終わり、看板を取り付けていた金具があらわになりました。撤去後も事務所の前にはグッズを持って記念撮影するファンの姿がありました。しょうがないよなみたいな、でもここまでする必要もあるのかなみたいな感じですね。ロゴが消えるっていう感覚なんでちょっと辛いですよね。看板撤去が始まったことを知って滋賀から駆けつけたというファンもいました。ロゴがあるうちに一回着ときたかったなと思って、でもまあもうないけど仕方がないし、私がファンの人はやっぱりジャニーズっていうことに誇りを持ってたので、ジャニーズがなくなるのは辛いですけど、まあでもこれからこれからも頑張ってくれると思うので、まあ、応援していきたいなと思ってます。ジャニーズ事務所は17日に社名をスマイルアップに変更することが決まっています。ジャニー喜多川氏による性加害に対する補償を終えた後は廃業するとしています。